どうもこんにちは、ホステルと申します。プレイステーション2のゼロ赤い蝶ですね。次からやっていきましょうか。お察しのいい視聴者の皆様はお気づきかと思いますけれども、表示されている時刻が1月6日なんだよね。前回の動画のメニュー画面さ、11月24日になってたような気がするんだけどな俺というわけで今日もよろしくお願いしますね。前回の動画編集しててさ、ちゃんと俺ご丁寧に次回は墓の方の探索をしてみようかなとかって言ってたよね。なんで次に行くところ、また PS2 のコントローラーが自動的にスティックが少し倒れてる。グリグリして修正していきましょう。墓どこだっけ、ここだよね。ここへ向かっていきましょうか。というところだね。ガチ久しぶりのプレイで、で、前回11月24日でしょ?多分、他のタイトルの動画でも言ってたと思うんだけど、ちょうどそのあたりぐらいに、俺の iPhone が一回壊れちゃったんだよね。で、その後も、度重なる、まあ、運の悪いことが続いて、なかなかゲームができなかったんだよね。錬金が続いたりとか。だから久しぶりに収録できる。ここに使うんだっけ?そうだよね。肩車。これあと一つ揃ってなかったんだよね。で、それが墓にあるっていうような感じだったんだと思う。この村にある各屋敷に肩車が一つずつあって、それを入手していたっていうのが前回だったよね。一度アイテムを確認してみましょうか。はいはいはい。あります、あります。3種類。あと1種類だね。で、一番気になってるのが、このお墓の最深部にある、画面真ん中の方青くなってね。あれ何?お墓の最深部にある、なんか木の箱みたいなのがあったよね。あ、これ撮ればいいのかな、カメラで。多分そうだよね。安いフィルム使いましょう。下回ってね。いつものことだけど。ここ取れるようになってたの。前来た時には気づかなかったね。そうそう。困った時にはカメラを使う。あれ?ああ、はいはい。枠が青くならないと意味ないんだ。どんなヒントが表示されることやら。同じお墓だが?土原と刻まれた墓石のようだ。ふむ。これ出てきそうだな。一回、調べるところを調べたらフィルムを乾燥しておきましょう。霊と立ち向かうための力をね、使いながら。その土原家の墓は一体どこにあるのか。この、墓地のどこかにあるのかな?今の写真だけじゃ分かったわ。はいはいはい、例によってまた安いカメラで。安いカメラじゃない、安いフィルムか。このカメラは高いですよ。レトロなんでね。死者を呼び起こしていくスタイルか。やめていただきたい、そういうのは。やめろ。やめろ。お待ちを。あ、お待ちください!お待ちください!お待ちください!待ち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 。来やがった。フィルム乾燥。あの首曲がってる女の霊は、そんなに強くなかったような記憶があるんだけど。ただゆっくりと、あ、こっち行けないけど?こっち行けないけど?待って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 。やばい、ゲージファイト、ゲージファイト、ゲージファイト!久しぶりでもカウンが失われていないぜ!死ねおら!来たな。大ダメージ。勝ったな。俺の勝ち。あ、リングアウトじゃね?こいつ。俺そっちの方行けなかったけど。さあ、来い。特殊技能でぶっ飛べよな。なんか冴えてんな。なんか冴えてるわ。俺冴えてる。すげえ冴え見せてるわ。とうとうミオちゃんと一つになったか。たまんね。あ、なんか言ってる。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。これメニュー画面開いてるときも時間動いてんの?ははははは。とはね、霊を成仏させまして、この祠の中を調べられるようになりましたね、多分。多分だけど。
祠の扉が開いた。中には小さな石が収められている。はい、来ましたね、新たな展開、幸先いいですね。では参りましょうか。だけどまゆちゃんの容態がちょっと気になるよね。大丈夫かな。安いフィルム入れといて。いよいよ物語もクライマックスに近づいてきているような気がする。こういう今まで通ったマップを再び回ってアイテムをかき集めるっていう展開になると、ホラーゲームの場合もう物語が核心に迫りつつあるって言ったところだね。嘘くせえ俺の言ってること。4つのカモン肩車を進めている。回せと、あと6点、また合わせないといけないんだけど、これを見てると肝になるのは右上のオレンジ色だよね。オレンジ色が右上にしかないっていうところが攻略のポイントになりそう。というわけで回していきましょうか。ここは最終的にはどうしてもオレンジ色にしないといけないから、それを想定しつつ、まあ、ぐるぐる回していくんだけど、必ず一周させないといけないね。一周半か、これは。なんで、あ、だけど真ん中は必ず一周半しちゃうんだ。あと2点。ここは動かさないといけないよね。で、あ、ダメだ、ここを動かしておいてないわ。赤が届かない。回せる回数は決まっているようだって。あと6点って出てきてるからね、普通に。となるとどうしよう。まあまあまあ、溶けるまでカットしよっかな。そしたらごめんね、申し訳ない。溶けたわ。左下は一切触らなくてよかったとか、いろいろこねくり回してたら結構時間かかっちゃったわ。まゆちゃんすまん。風が吹き抜けになってる。さらに地下へ繋がってる。なんか音がする。奥田の先に扉が開いた。一体その先には何か。あれ？ここって神社じゃね？祠の後ろから冷たい空気が流れ出した。これで地下の封印が解けたのだろうか。なるほど。私たちのせいだよ。お姉ちゃん。なんだって、妙なこと許すから。だって、もうすぐ帰れるから。なんか頭が決まっちゃってたね。終わりの時、赤い蝶、いよいよ最終章か。ここまでお付き合いいただき、誠にありがとうございました。まだ終わってねえから。この上の神社に行けば、村から出られる。なぜそれを知っている。頭決まっちゃってんな、まゆちゃん。このまま連れて帰っていいかな、俺。集団レイパンか。神社というシチュエーションといい、これは何かを感じさせますね。でも濡れ場なんだけど、これどうしよう。カメラ片手に戦うか。こんなまた足場の悪いところでファインダーの動かせやがって。
変なフィルム装備してるわ俺。喋れてない喋れてない喋れてない。ちょっと待って、これはクライマックスでは村人の無造無造ども相手に高いカメラは使えまい。61式でいくぜ。ここまでねカメラの特殊機能をちゃんと使ってきてるわ。カメラっていうかフィルムがここまでピンチになることはなかったと思うんだけど、まあ何分ねプレイしてるのは俺なんで、プレイヤー俺。さあ来い、フェイタルフレーム。この人たち攻撃してくる気あんのかな。マユちゃんどこ行った。脇の方からひっそりと来るんじゃない。どこか行け。これ後ろから来てたらやべえよな。トリプルショット狙えないかな。なかなかトリプル収まらないね。お前ら本当に攻撃する気ある？これ来た、ゼロ式フィルムで、あの山へ行け。あんまり言うほどダメージ与えられてねえな、これ。フェイタルフレーム狙いづらいよね、こいつら。全然攻撃モーション取らねえもん。もしかして優しい人？優しい世界の人たちか。世界線が優しいわ、もう。あ、これ以上後ろに下がれない。やばい。マジ濡れば。左通ろう。この素晴らしき立ち回りで。位置取りをしっかりと調整しながら。ゼロ式フィルムまだ使えないの？あ、ねえじゃねえか、フィルムが。61式。枯渇しちゃったわ。どうしよっかな。そしたら、まあ弱いフィルムから。もう使い切っていきましょう。ここから先は強敵との戦いになる可能性があるからね。貴様らごときに高いフィルムは使えない。そのまま成仏しろ。おやすみくでっつえ。残り4枚でこと足りるかな。お、1人物言わぬ屍になったわ。もうとっくに物言ってないけど、うげうげ動めいてるだけだけど、こいつら。イケメンじゃね、この人。釜を構えるこの姿が、まるで彫刻のようなスラバない。さらば。おっと、そうはいかず金玉。距離をしっかりとって、やめてください。いえ、はい、ご苦労さん。ちょ、まゆちゃん、そういえば村人もっとたくさん人数来てたよね。大丈夫？いない。あれ、おい、どこ連れてったんだ。マジで境内の裏とか行って何かしてんじゃねえだろうな。俺を混ぜろ。いないんだけど、マジで。先進めばいいのかな。じゃあ、では進んでいきましょうか。時間大丈夫だよね。動画あんまり撮ってないから最近、時間の感覚がマジでないんだけど。再び神社の中に入っていって、開いた扉の先に進みましょうか。でもまゆちゃんいないからね、進むしかないよね今は。今メッセージなんて出た。ここから建物に入ることができそうだ。はい、わかりました。いつの間にか奥まで連れて行かれちゃってんのかな、俺の彼女。村から出る地下道は空いている。今なら村から出られる。でもお姉ちゃんが。そうだ、眉を置いて一人で逃げますか。やめて。一回セーブしよう。これはセーブだわ。セーブポイントどこだっけ。神社の階段降りてすぐのところにあったっけ。これ言うまでもなくエンディングの分岐だよね多分。そしたら、どうしよう。一人で逃げたら、多分バッドエンドルートだよね、おそらく。それを見てみたい。つうわけで、滞りなくセーブまでできれば、まゆちゃんを置いて、名残惜しいが、一人で脱出することにしようかな。明日は我が身。自分の身が一番可愛い。言ってることが最悪なんだけど。イベントになっちゃったー、これ。セーブするなと。2周目やれと。はい、わかりました。別のファイルにセーブするだけだからね。あれ？ああ、移動できる。これは？また橋のところだ。ここもあまたの強敵と戦ってきたよね。もう遠い目だわ。エンディングが近づいてて。誰だお前ら？思わず身構えちゃうわ。
これは過去の回想シーンなのかな。このモノクロは、あれ戻ってきちゃった。行けばいいってことか。わかった。いつでも俺の次の行く道を指し示してくれている。ありがたい。つうわけで橋通って結構遠い道のりだよね。敵また出てくるかな。これここに行けばいいんだよね。このささやき橋を通って黒沢家、最終章といえどももう少しストーリーは続きそうだよね。セーブする機会が与えられたから、じゃあ一度まゆちゃんを置いてさよならしようかな、この地獄の村から。これセーブ分けときたいからこっちにするか。で積むんでしょ、フィルムがなくて。そういう展開もありそうだよね、この俺のプレイスタイルだと。もっとカメラの特殊機能を使って一つのフィルムで大きなダメージを敵に与えながら来た方が効率よく進めてこれたんだけれども、最初はもったいないお化けが出ちゃってたからね。序盤の展開難ありだわ。ただ前作に比べると回復アイテムの量が多かったよね。慣れもあったんだろうけど、だから比較的回復アイテムはしっかり持った状態で来れた。なんでこんな感じでね、鏡石もあるし。問題があるとすればフィルムがなくなる場合だよね。ただ90式がある程度枚数揃ってるから、もうしばらくは戦える。だがしかし、さっきの展開みたいに村人のね、雑魚の大群が押し寄せてくると、フィルムが枯渇しちゃうかもしれない。あとはラスボスを残すのみぐらいの展開が望ましいか。でもその前に、一度、悪魔の所業、姉を置いて一人で逃げる。という、ことを選ぶと、どうなるか心苦しいが、眉を置いて一人で逃げますか。イエス。本当に一人で逃げますか。イエス。ママ。ああ、ちょっと涙出てきそう。やめて。切ない。心が痛い。丸ボタンを押す手が震えた。ごめん。約束。守れないよ。人をやめたか。約束を破るイコール人を辞めるということ。また私を出ていくの。振り返っちゃダメだ。ミオ、約束したよね。いつも一緒だって。おね。お姉ちゃん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 。ずっと待ってる。普通にゲームオーバーかい。バッドエンドかと思ったけど、ゲームオーバーだったみたいだね。はい。夢落ちかと思ったけど一瞬。まあこのような展開で一人で逃げると、血濡れの着物の女に追いつかれるようなムービーが入って、なぜかこの河原の流れるところで目を覚ますっていうことか。なるほどね。では次回ね、まゆちゃんを助けに行く本来のルートで参りましょう。今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。